新潟医療福祉大学サッカー部、創部は2005年、北信越大学サッカーリーグの一部で、去年まで4連覇という強豪校です。練習拠点はアルビレックス新潟と同じ聖籠町のアルビレッジ。これまでにアルビのストライカー矢村健選手や島吹和義選手など12人の J リーガーを輩出してきました。そんな強豪チームに今年ひときわ異彩を放つ選手がいます。キャプテンに聞いてみると、一言で言うとよく喋るんです結構チームのムードメーカーって言ったんですけど。よし、こんにちは。よろしくお願いします。ミッドフィルダーのオナイウ・ジョージ選手、ナイジェリア人の父と日本人の母を持つハーフです。オナイウという名前、サッカーファンならピンときた方もいるのでは。去年サッカー日本代表としてワールドカップ予選に出場し、ハットトリックを達成するなど本戦出場に貢献。現在はフランス2部リーグトゥールーズに所属するオナイウ・アド選手。実はジョージ選手はアド選手の弟なんです。本当に兄の存在は自分にとってはモチベーションというか、もうずっと本当に自分がサッカーを始めた時もそうだったし、やっぱり周りより兄はいつも一つ二つ抜けてるような、才能とか、力強さがあって、プレッシャーになることもあるんですけど、そういうプレッシャーを経験してやっていかないと結局よりいいレベルにはいけないと思っているので、そういう意味では本当に兄の存在はありがたいですね。新潟から遠い兄の背中を追い続ける日々。ただ兄にも負けない強みがあります。それは練習見させていただいて、一番びっくりしたのが早いですね。そうですね、そこを自分の強みとしているので、そういう局面では負けたくないなっていう気持ちはありますね。50メートルを5秒台で駆け抜ける圧倒的なスピード。そのスピードを生かしてチャンスを演出し、去年は北信越リーグのアシスト王に輝きました。今や J リーグのクラブも一目置く存在に。そんなオナイウ選手が新潟に来た理由、それは監督の一言でした。高校卒業後にプロになりたいという気持ちが強くて、兄の影響とかもあって、チャンスがあったんですけど、それを自分が生かせなかった部分があって、それでそこで佐久間監督が一緒にここでプロを目指さないかっていう声をかけてくれたので、新潟に行こうっていう気持ちを持ってきましたね。その佐久間監督はオナイウ選手のポテンシャルに太鼓判を押します。もともと高校の時からスピードはある選手ではあったんですけれども、そのスピードの生かし方とか状況判断もできるようになってきたので、そういうところを一つ一つこの4年間で伸びてきたのかなと思いますね。十分通用すると思います、さらにオナイウ選手の背中を押すのは家族の存在です。いつか兄と同じピッチに立ったりとか、そういうことも一つ頭の片隅に置きながら、ここまで育ててくれた親に本当にもう少しでも楽させてあげられるように、自分と兄で頑張って、もう本当に今までの分ゆっくり休んでもらって、もういいもの食べてほしいし、もう楽しい暮らししてほしいしっていう気持ちがあるので、こんな息子がいてくれてよかったなって思ってもらえるように頑張りたいですね。家族と監督への恩返しを誓って、新潟からプロへ駆け上がります。